はい、今日はトミカのディズニーモータースドリームスターミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションを開けていきます。で、箱を開けるとこんな感じのパッケージになってるので、ね、じゃあ早速開けます。お、これもいいね。トミカとオーナーズキーっていうのがついてるんだね。じゃあしっかり見ていきます。今回の10周年アニバーサリーエディションっていうのはドリームスターの初代版が入ってるんだね。で、フロントから見ていくと、ここには隠れミッキーなのかな、これはね。で、バンパーのところにはちょっと小さい文字だけど、ディズニーモータース10周年アニバーサリーって書いてあるね。で、上の方、ボンネットのところ見ると、これ全体的にこれミッキーの顔の形をデザインしてるのかな。で、ここにはドリームスターっていうプリントされてるね。で、横から見ると、10周年のロゴが入ってるね。で、この辺はディズニーモータース。この滑らかなボディラインも可愛いよね。で、後ろを見るとここもミッキーです。あ、このウインカーのテールレンズもミッキーだね。こっちもこっちもね。で、バンパーのところにはシンス2008ってプリントされてるね。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、タイヤはホワイトのラインが入ってて、これも可愛いね。ドアは開くのかな。ドアは開かないね。あ、で、ルーフの部分が外れてオープンカーになるんだね。うん、これもかっこいいね。で、内装もこんな感じで作られて、右ハンドルだね。うん、どうだろうね、このルーフの部分を外した方がなんかかっこよく見えるけどね。で、裏を見ると、トミカ2008トミって書いてあるね。で、裏の部分はちょっとこれレトロ感を出す感じの作りになってるのかな。いい感じです。で、これともう一つセットでついてるのがオーナーキーだね。じゃんこれいいね。オーナーズキーにはディズニーモータース2018で、ここには10周年のロゴだね。で、ここはなんかこうキーホルダーにもできるのかな。で、裏を見るとここにも10周年のロゴが入ってます。うん、結構これ重量感あるね。で、大きさ自体もこんな感じでトミカと同じぐらいの大きさあります。で、オーナーズキーっていうのは以前セブンイレブン限定で発売されたミッキーマウスのバースデーエディションっていうのにもついてたね。これのちょっとデザイン違うバージョンだね。いい感じです。で、パッケージを見ると、で、10周年を記念してドリームスターとオーナーズキーのセットが今回のパッケージだね。2008年に発売された初代ドリームスターっていうのは第1号のディズニーモータースなんだね。はい、今日はディズニーモータースドリームスターミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションを開けてみました。やっぱりこういうパッケージが結構特別感あってコレクションするにはいいよね。2018年の今年はディズニーモータースの10周年のトミカが出てくるのかな。はい、じゃあ今日はおしまいです。バイバイ。